山下大輝のハピラジ。ハピラジは最近なんだっけ家のプロジェクターを買った山下大輝ですこの番組はハピラジの発起人でもある山下大輝が自分のことを話しつつ気を抜く場所としてお届けするノンタイアップでお届けするラジオ番組となっております。だいたい30分から45分でお届けする予定だよ。前回はね、お菓子も、まあ前回もか、お菓子たくさん食べたんだけれども、一個ね、そう、このチョコね、ネジチョコもらったんですけれども、なんかボトルって僕言ってたみたいで、実際ボルトス、多分みんな気づいてると思うけどねボルトス、ボルトとナットスなので訂正するよでね、もうこれ公開日が6月のね、もう後半というかなんですよ。もういよいよ本当に夏が攻めてきてる、近づいてきてるということでね、皆さんもう冷房はつけてますか？さすがにつけてるよね。もう5月からつけてるしね、僕いやー、夏のね、あのジメジメしたね、あの湿気とか本当に苦手で嫌いなんですけど、でも夏にやっぱ食べると、あのジメジメした中で食べると美味しいものがあるんですよ。皆さん何かわかりますか？アイス。あー、近い。そうです、そう、その通り、かき氷です。いやーね、ほんとかき氷もさ、ここ最近か5年ぐらいかな、から天然氷のかき氷っていうものも増え始めてて、かき氷っていわゆるさ、本当になんかお祭りの時に食べるジャリジャリしたかき氷みたいなイメージがあって、こうスイーツの域まで行ってなかった印象があると思うんですけど、最近はもうスイーツの一つとしてね、もう幅を利かせていると言っても過言ではないとは思うんですよ。その天然氷のかき氷もさ、一回食べるのもさ1500円とか普通にするしね、天然氷だと。すごいこだわりがあったりとかしてさ、その自家製のさシロップを作ってたりとかして、アマオとか使ってたりとかして、メロンとかも使ってたりとかして、いや本当にこだわってると、すごい本当に、あ、これってかき氷の概念壊れるなみたいなぐらい美味しいものが出てたりするので、今年の夏も要チェックやで。ということで、お便り届いております。あ、僕ちなみに小さい頃はカルピスかけて食ってました美味しいんすよ、あれ。かけたことない人食べてみてください、ぜひ。お便り届いてます。ビードロさんからいただきました。ハピラジは、突然ですが大輝くんはチョコミントは好きですか、苦手ですか？きっと好き嫌いが分かれてしまうと思うのですが、気になってしまいメッセージを送らせていただきました。私は大好きなので、去年カルディからパンにつけるホイップを試してみたらめちゃくちゃ美味しかったので、今年はチョコミントのかき氷試してみたいです。大輝くんの食べるとこ見てると幸せになります。いつもありがとうございます。ラビューいただきました、ありがとうございます。チョコミントか、店による。そう、基本はね、そこまで得意じゃないかなって感じ。そうそう、なんかさ、最近3年ぐらいやっと食べれるようになったって感じかな。それもきっかけがあって、チョコミントって大体選ばなかったのね、自分の中で。こうアイス屋さんとか行っても、え、ミントってなるじゃん。だけどなんかね、僕がめっちゃこうお気に入りで行ってたジェラート屋さんがあって、そこでね、なんかチョコミント、ミントチョコみたいなの出してて、それがね、めちゃくちゃ美味しかったの。なんかそこなんでだろうと思ったら、すごいこうジェラートのなんかすごいフレッシュさというか、ミントもその科学的なそういうミントのなんか粉とかそういうものを使ってるんじゃなくて、本当にフレッシュなミントを結構新鮮なうちにこう砕いて、でちょっとチョコと混ぜてでってやつだったから、すっごいこう、や、なんか嫌な風味じゃなくて、すごい、なんだろうな、爽やかなものだけが残ってる感じだったんだよね。そこから、あ、これ全然食べれるし、むしろ好きってなって、でそして今まで食べてこなかったチョコミント系のアイスを食べてみたところ、そっちが食べられなくて、あれなら食べられるけど、これは食べられないんだっていうのが自分の中で発見として生まれたんですよね。だからそのなんか、作られたミントですみたいな系が無理なんだと思う、僕。贅沢なこと言ってるねでも
なんか最初の入り口がそうだったせいでっていうか、そうだったおかげで、でもなんかその食べられはするんだけど、受け入れられはするんだけど、その極度になってくると苦手になってくるみたいな、そういうなんか、なんだろうな、そういうイメージかな、チョコミントって僕の中で。そうだから、これは食べられるチョコミントだろうかっていうのをいつも見る。見た目でめちゃくちゃ緑色とかしてると無理だなってなる。めちゃくちゃ緑、めちゃくちゃちょっとブルーがかった緑みたいな感じのやつだと、正直あの多分作られたミント感が感じちゃって無理なんだと思うんだよね。ミントってそんな色出ないし、その僕が食べたやつも薄いほんのり緑かなぐらい感じだったから、ほぼ白みたいないやー、あれ食べたいな、久々に買いに行きてーぜ。いやー、アイスも美味しい季節ですね。あー、爆食いしちゃうわ。チョコモナカジャンボ買いダメしとかないと美味しい、本当に。やべえよやべえよ、ライブチケッツーのによダメダメ。いやー、というわけでフリートーク行きましょうか。コーナーに参ります。山下大輝のハピラジ。フリートーク、まあ、自由に話していいと言いつつね、 P から指令が届いております。今年も半分過ぎてしまいましたが、山下くんは年末どんな仕事、どんなことをしていると思いますか。自分で自分の年末を予言してみてください。これはね、もうね、わかるんですよ。実家に帰って爽やかを食ってます。これはもうわかるんです、僕のね、年末の動きはね、もう決まってるんですよ。爽やかのげんこつハンバーグを食べに実家に帰ります。ついでに親に会ってきます、ここでお便りが、よしパンさんからいただきました。こんにちは、いつも楽しくラジオ聞かせていただいております。突然ですが、ハンバーグは召し上がったことが、ハンバーグは召し上がったことはありますか。地元岐阜県の名産品で、いろいろなメディアで紹介されているのでご存知かもしれませんが、飛騨牛 100% で作られたハンバーグ、生ふりかけのようなもので、温かいご飯に乗せて食べるのですが、よくある感じのあれでしょと思って食べると、その肉肉しさに驚きます。飛騨牛のうまみと白米が最高にあって美味しいのですが、ご飯が何杯でも食べれてしまう危険な食べ物です。公式サイトにはうどんにかけるなどの様々なアレンジがありますが、私は生卵をかけて豪華な卵かけご飯にして食べるのが好きです。山下さんにこの商品が伝わるまでメッセージを送り続けたいと思ってます。お気に召していただけたら嬉しいですってことはこれ叶ったから、もうメール送んないってこと。これそんなことやめろよ、次のメールを送るんだてめえ分かったかいやいやいや、ハンバーグ気になる。何、缶詰じゃないのか、あの瓶に入ってるっぽかったっすね。瓶詰、いろんな味あるんすか。へえ、すごいな。食べたことない、食べたことないわ。ちょっとこれはちょっと覚えとこう。カルディないの、あるんすかね、岐阜県でも。なんか有名なのであれば、そのアンテナショップとかで売ってるかもしれないですよ。あと最近瓶詰め系のなんか専門店みたいなとことかもあったりするから、ご飯のお供専門店みたいな。なるほどね、おしゃれだね。巻物にして太巻きにして食べるんだ、そうやって。おしゃれ。これ肉だけどさ、これハンバーグの上にかけて食ってみてもいいんじゃない、これ。邪悪じゃない、すげえ邪悪ですよね、やばいですよね。一番こう罪な食い方する、それありじゃないの。ちょっとこれ悪魔の考え、悪魔のハンバーグ生まれますよこれ楽しみ。続いて、南さん、大輝くんこんにちは。毎日家族の晩御飯を作っているんですが、えらい、メニュー決めに困る時があります。
うちにいるのは小2、年長、年中の男の子3人兄弟なのですが、大輝くんが子供の頃好きだったお袋の味はありますか？子供たちも大輝くんのように素敵な男性に育っていただきたくべく、参考にさせていただきたいので教えていただけると幸いですといただきました。いや結構たくさんあるかもな。なんかその中でも僕覚えてるのが、覚えてるっていうか、これなんか楽というか簡単なんだけどすげえ好きっていうのがあって、あの餃子の具なしみたいなやつ、これ面白いでしょ。面白いでしょ。ひき肉があるでしょ。まずひき肉とそのあれニラと刻んだ生姜、そしてまあニンニクもあっていいかな、を混ぜて焼く。それのみ。なんかそぼろみたいな感じ。具だけ。あ、そう、具なしじゃない、具だけ。皮なし、皮なし、そう、具だけ。具なしじゃないわ、ごめんごめん、間違えた。具なしだともうほんと皮だけ食うのみたいな、やべえな、それも違います。具あり、あ、違う、具ありじゃなくて、あの具だけ具だけです。いやこれがねほんとめちゃくちゃ美味しくて、結局あのね男の子、僕もね上に兄ちゃんがいて2人兄弟なんですよ。で男2人兄弟で、しかも2人ともすげえずっとテニスやってたからスポーツでめちゃくちゃ腹減るのよ。でご飯も大好きだから、ご飯が進むものって考えて、すんごいご飯進んだなって思い出がすごい強いのがそれで、そのそぼろみたいな感じなんだけど、そのニンニクと生姜とニラが入ってることによって、あの餃子のさ、あのなんだろうな、あの旨味みたいなものが凝縮されたやつを、その味付け醤油とかでいいんだけど、醤油とかかけて、それをそぼろをご飯の上にかけてかっこむのよ。これがめっちゃうまいから試してみて、マジで。これ未だにお母さん家来てもらった時にとかに作ってもらうもん、これそう、いやこれおすすめですよマジで。多分男の子3人兄弟だからすげえ合うと思う。これはそぼろだしね、割とこう 低燃費というかお安く作れるんじゃないかな。豚だと思うし、そのそぼろも、うん、牛だと高いから豚でだと思う。あれきっとそう、そのはず、よくわかんないけど多分そうぜひ試してみてください。そしてなんかこれ好評だったかちょっと教えてほしいな、南さん今の男子に受けるんだろうか。いや美味しいんだよ本当に、試してみて。そぼろみたいに作るやつね、ご飯は進みますよ。続いてふうさん、山下さんこんにちは。私は都内で一人暮らししながら大学院の博士課程で歴史学を研究しています。そんな私ですが5月末で28歳になります。30代が見え始め、20代の全てを大学で過ごしてきましたが、最近は将来について漠然とした不安が膨らんでいます。社会人としての経験はなく、アルバイトをしながら研究をして論文を書く日々です。簡単なことではないと分かっていますが、これから先も自分のやりたい研究を続けて研究者として生きていきたいです。山下さんは20代後半はどのように過ごしていたか覚えていますか？何か印象的だった出来事や、振り返ってみると大切なきっかけや分岐点だったと思うような出来事はありますか？また20代から30代になるときに不安などはありませんでしたか？お聞きしてみたいです。あ、そしてもう一つ、ゆのちゃんさん、私事ですが、6月半ばに21歳の誕生日を迎えます。まだまだ若いからとあぐらをかいていたら、あっという間に20代になってしまい、焦っている今日この頃です。いずれ芸能関係のお仕事をしたいと考えているのですが、意思を固めることができずフラフラしてしまっています。山下さんが声優として生きていこうと決意した決め手が気になります。それとこんな私に活を入れていただけたら嬉しいです。これからもたくさんの活躍見守ってますといただきました。なるほど、きっかけか、きっかけというか、まあまあまあ、ずっと好きだったものにちゃんと向き合ったみたいな感じかな。なんか好きだけど、好きを仕事にするにはどうしようって考えた時に、学校に行ってちゃんと学んで、で事務所っていうものが存在しててみたいなことをちゃんと
理解する調べるみたいなのがやっぱり大事だったかなと思いますね。うん、そうそう、まあ好きならねそういうこと調べるのも苦じゃないと思うし、うん、多分調べられると思うから、本当になんだろうな、今好きなものがあるんだったらそれについてもっと深く調べてみるとか、他に興味があるものがあるんだったらその興味あるものに積極的に取り組んでみたりとか、まあ本当に、うん、早め早めにやっといた方がいいんじゃないかなとも思いますね。だって僕もやっぱ昔やっておけばよかったなみたいなことたくさんありますしね。英語とかね、やっぱ昔ねちゃんとやって知っておけばよかったなって思いますもん。イベントで海外とか行くたんびに思う。もう喋れないのがなんかこう、ああむずがゆいってなる。まっすぐ伝えたいのに。そうなんだよね。今はいろんな進化してて、その機会でね、頼ろうかなって思ってますけどね。なんかやっぱかつてしておけばよかったなみたいなことはね、やっぱたくさんあるんですけど、まあ今だからこそできることもあると思うし、そこはね多分ねそれぞれねあると思うので、ぜひね皆さん2人とも頑張ってほしいななんて思いますね。いやーすごいじゃないですか。でもふうさんはさ、こう自分のやりたいことにさ、もう何年も20代全てをつぎ込んできてるわけじゃないですか。ってなるとその分野においてはもうベテランの域に達しようとしているぐらい、もう10年超えたらもう教える立場になるとも思うんですよいう風になっていくぐらいの知識だったりとか熱量だったりとかを持っているからこその、多分その実力っていうものもちゃんと自分では見えてないかもしれないけれども、周りから見たらすごいって思われるような実力を実は持っていると思うんですよね、ふうさんってその部分をきっとね周りの方は気づいてくださっていて、うん、それをきっとそのまま伸ばし続ければいいのではないかなって思ってしまうけれどもな不安なのか、むしろこんだけやってきた私強いぐらいに思うんだけどな10年やってきたんだよ、すごくねって。こんな続く人ってなかなかいないからね、本当に。あっちゃこっちゃ、今だったらさ、もう本当さ転職とかもさ、フットワークふっかるじゃんふっかるだから、あっちで2年、こっちで2年、そっちで2年、あっちで2年みたいなさ、いろんなところ転々しててもそれはそういうやり方があるから全然ありだとは思うんだけど、一つのところで徹底して一つのことを学び続けて極め続けるっていうのもやっぱガッツがあるし、なかなか真似できることじゃないから、あなたしかできないそれは力だと思うから、そこは自信持っていいのではないかなって思いました。すごいことだと思いますよ、本当に。自信持ってください。ゆのちゃんさんはね、いろいろチャレンジしてみよう。好きなこと、好きなものをたくさん見つけよう。イエス。続いて中学2年生さんからいただきましたこれ書くとこ間違えたりしたのかな、もしかしてそんなことないかな。本当、こんにちは。いつも、ハピラジ楽しく聞かせていただいております。話がまとまっていて聞きやすく尊敬しています。いや僕どちらかる方だよ話。いや本題なんですが、私は生徒会本部に入っていて公約でラジオ放送を立てています、そろそろラジオ放送を始めたいと思い放送内容を募集したんですが、あまり集まらず、山下さんがラジオ放送するとしたらどんな内容でしますか。あと山下さんはラジオをするときに気をつけていることはありますか。あれば教えてほしいです。お願いします。これからの活動頑張ってくださいといただきました。いや校内放送とかあったね昔。懐かしいな。音楽とか流したりしてね、校内放送ってすごいよね。あれをする人たちすごかった。なんかうちのねとこもねなんかあって、なぜかねあの下校時間になるとさ、あのなんだっけ、あの船が沈むやつそうタイタニックのやーめでらめまめってやつが流れ始めるの。なんでなんだろうみたいな今思うとなんでなんみたいなさわけわかんなくないですか。いい曲ではあるよ、ホイットニーヒューストンだっけ、なんかそのあの名曲が放課後流れんので、ね、下校の時間になりました Never me って流れてて、なんか普通やだなとか子供だから思ってたんだけど、でもあの曲が下校の時間の曲だったんだなって僕の中で認知してて
あんなタイタニックの曲だとは思ってなかったっていう。いやーすごいね。いやでもね、校内放送頑張ってほしいですよね。どんな内容でっていうのは本当にその自分が何を伝えたいかとか、自分が何を喋りたいかっていうところから始めた方がやりやすいんじゃないかなと思いますよ。自分が何に興味があって喋ってて、何が楽しいのか、何を伝えたいのか、自分が好きなものっていうものから喋るのが、それがちゃんと喋れるのであれば他のことも喋れるようになるしっていう、簡単な喋りからやっていくのがいいのではないかなと思いますね。自分の好きな、まあ、アーティストであったりとか、自分の好きなアニメ、漫画、本、映画、いろいろあると思うんですよ。お菓子でもいいですよ。いやだからそういったところ、何が好きか、なんで好きか、どういうふうに好きか、プレゼンをするっていうふうに考えて、あなたもこれ好きになってほしいな、だったらその魅力どういうふうに伝えたらいいかな、私はここが好きだったっていう自分の気持ちも交えつつ、みんなが分かりやすいこの映画のあのシーンがすごく感動的だった、あのセリフが心動かされた、あの時に流れる曲が良かったみたいな、結構こうみんなにも伝わりやすい言い方をしてみるっていうところ。そう、自分が好き自分が好き自分が好きって言いすぎるとそれは結構大変なことになってしまうので、何が好きだったのか、こう冷静に自分の好きを分析してみて喋るっていうのが、もしかしたら喋りやすいのかななんて思いますね。例えばお母さんにその練習付き合ってもらうとかね、好きなドラマがあったんだと、あの何話が好きなんだと、なんで好きなのかっていうのをお母さんに喋ってみて、そのお母さんもなんかこう興味持ってもらえるように練習台というか、練習に付き合ってもらったりとかするのもいいのかもしんないね。僕もなんかディズニーのさ、あの好きなシーンとかお母さんに聞いてもらってたからさ、そうモノマネ似てるっつって聞いてもらってたからさ、そういったところはもう身内のそう手助けしてくれる人にね、こう聞いてもらって、そうそうそう、どういう客観的な意見っていうのも本当に大事だから、あここはもうこうした方がいいよっていうのもね、聞いてもらいつつ相談するのもありなんじゃないかなと思います。続いてブタニさんからいただきました。ハピラジはいつもハピラジ楽しく拝聴しております。これからも応援しております。先日ツイッターでとあるアイドルグループのファンが、そのグループの名前に由来してお日様と呼ばれていると知り、かわいいと思ったところで気になったのですが、山下さんのファンに故障はあるんでしょうか。ダイキングのコンテンツでたまに民たちと呼ばれてるので、民と名乗ればいいのかなと、漠然と思っていました。ツイッターのプロフィールに書きたいのでぜひお考えいただけると嬉しいです。いやこれどうしようかね。あそこハッピーポーって、そうね、なんかいろいろやっぱありますよね。その番組ごとにさ名前が決まってたりとかさするじゃないですか。そのゲストに行ったりとかすると、そのゲストの間だけの呼び合いとかもあったりとかもするし、うん、あるよね。いやなんかそんな決めてないんだよな僕もな。民、ダイキング、王国なんで。そうなんです。最初なんかこうなんかなんだろうな、血肉たちとか思ったんだけど、ちょっとやめようってなって。そうそうそう、そうなんだよね。そうミンチたちとか思ったんだけどな。そうひき肉たち。ダメだね。ちょっとね、まだ決まらん。これは永遠の課題にしておきます。そうあのコンテンツ内だと民たちだけど。ってなるけど、そうね、全体となるとまた全然違うかもしれない。ありがとうございました。ということで次のコーナーに参りたいと思います。山下大輝のハピラジ。ではおやつの時間です。このコーナーでは皆さんからおすすめされたお菓子を紹介して共有して好きな気持ちを増幅するコーナーでございます。もちろん食べていきます。というわけで今回のお菓子はどうしましょうかね。5つ目、ココナッツさんからいただきました。ハピラジは突然ですが大輝くん、世は空前のグミブームだということを知っていますか。コンビニやスーパーなどで多種多様なグミがずらーっと並んでいます。そんな中でおすすめしたいグミは空想果実うちゃちゃの実です。うちゃちゃの実です。
この空想果実というシリーズは空想の果実を独自に生み出し、それをグミとして再現している商品で、うちゃちゃの実はシリーズ第2弾です。味はパッケージに書かれている通り南国を感じる味わいで、とても美味しく、食感も2層構造になっていて面白いです。味はもちろんのこと、パッケージも含めとても遊び心あふれるグミなので、ぜひ食べてみてくださいといただきました。そんなグミブームなんだ今。知らなかった。確かにグミさ、硬いのからさ、まあなんかこの間食べたマシュマロっぽいやつからさ、いろんなグミが出回ってるなとは思った。確かにね、果実グミもさ、いろんな果実グミもあるもんね。よく見るブドウのやつからオレンジからの中で、今回はこの空想果実グミを用意してもらいました。まだ誰も知らない果実ナンバー00007、ウチャチャの実、サンクトスカウチャ族。赤道付近の熱帯雨林に生育。果皮は上下で手触りが異なるのが特徴的で、角状の構造はスコールなどの豪雨を受け流す。果実は自らの熟成を促す芳醇な香りのガスを多く蓄え、開花から2ヶ月程度で20センチほどの大きさに成長する。雨が止んだ数少ない晴れ間に完熟した実は地上からの高さ5、6メートルに浮かんで、ゆらゆらとジャングルの中を浮遊し、てんてんてん。これさ、まさにあるかのように書いてあるけれども、実はこれは空想なんですよっていうことなんですね。めっちゃ面白いじゃん、大好きこういうの。僕やっぱこうファンタジー気質だからさ、こういうさ、なんか存在しない果実とか、存在しない料理とか、存在しない生き物とか、本当に胸を躍るのね。うわー、こんな形してるんだ、ジャングルをゆらゆらと浮遊して。いやー、なんかこれちょっと作品の名前出してあれなんですけど、トリコに出てきそうっすね。美食家のトリコに出てきそう。ウチャチャの実を、じゃあ食べさせていただきます。ウチャチャの実のグミ、これがウチャチャの実の味。なるほど、2層ってそういうこと。上の方の、あーすごいね、これ上の方のですね、多分いわゆるこう果肉に近いところの部分はすごく柔らかいんですよ。すごく柔らかくて、口に入れた瞬間に結構もうすぐ噛んだら溶け出すぐらいなものなんですけど、まあ、これは、多分果肉を表現してるのかな。で、その周りの皮を表現してるのか、ちゃんとしっかり歯ごたえのある部分もあって、食感としてはしっかり2層に分かれてるなっていうのを感じますね。あと味としてはやっぱりすごくこう南国を感じる、すごいこう甘い、パッションフルーツみたいな、とかマンゴーとか、そっちに近いような味しますね。でもね、裏を見てみるとね、リンゴって書いてある。でもそんなリンゴ感じんけどな。そうなんでもすんごい美味しいっす。ジューシーって感じ。そのさ、なんかすぐ溶け出すところがじゅわーって溶けてくから、よりそのなんか甘さとちゃんとグミか食ってる感は、まあこれいいっすね。空想果実今後も出してほしいな、いろいろ。なんちゃらの実、うちゃちゃの実、本当にありそうだもん書き方。面白かった、ありがとうございます。続いてヘーゼルさん、こんばんは。ラジオを楽しく拝聴しております。私が推奨するお菓子は上垣製菓さんのわさびテッカです。単なるわさび味のおかきかと侮ると大変なことになります。わさびの刺激が目や鼻に来て大変なことになります。でも味の良さはお墨付きなので、もし召し上がったことがなければぜひ食べてみてください。ちなみに私は一つが限界です。ねえ、一
一つが限界のものをさ、こんな山のように、これ一つ限界っつってんでしょ。あのね、300個ぐらいある、これお取り寄せでね、多分ね、業務用サイズなんだろうね、きっとね。大量ですこれ。じゃあちょっと食べさせてもらいます。ちょっとサイズ的にはめっちゃ ちっちゃめ、これ小指ぐらい。今ねちょっとね崩れたやつのね、ちょっとこれやばいかもしれない。いただきます。一口でいきます。今スタッフ全員むせてる。大丈夫。これすごい。あー、これすごい。これすごいね。この量どうすんの？いや、これすごい。いや、これインパクトマジですごいわ。うわ、ちょっとこれ。うわ、これちょっと誰かに渡して。ちょっと待って、これ。あの、仲いい声優にちょっとなんかこれあげるよとか言って渡してみて、ちょっとリアクション見たい、これうわ、これ面白いかもしれない。ちょっとみんなこれすごいよ。僕喋れんくなったもん今。バリバリって止まったらでしょ噛むことをね躊躇するの途中で。これ以上体がもうこれ以上噛むとお前やられるぞみたいな。いや、わさびテッカでございました。ありがとうございました。でもね、美味しいよ。あと後味ちゃんとおせんべい。うん、うわー、すごいこれ。続いてふーさん。私がおすすめしたいお菓子は亀田製菓の白い風船です。白くて優しい口どけのソフトせんべいにまろやかでちょうどいい甘さのミルククリームのをサンドしたお菓子です。私は現在都内で暮らしていますが、出身は新潟県なので、スーパーなどで新潟のメーカーの、亀田製菓の商品を見かけるとなんだか嬉しくなります。柿の種やハッピーターンなどが有名ですが、白い風船も美味しいのでぜひ食べてみてほしいです。ありがとうございます。いや、亀田製菓さんとはね、ちょっとお仕事したことがございまして、ハッピーターンとか柿の種の CM を撮らせてもらったことがあるので、もう全幅の信頼を置いております僕。綺麗、真っ白。これ見たことないっすよ。でも白い風船結構レアじゃないですかね。えなかなか売ってるとこ見ないよね。お取り寄せなんだ。いや、場所によってはあるかもしれないけど、結構やっぱレアな食べ物っぽいっすね、これもね。お菓子すごいっすよ。あの、いわゆるさ、このソフトせんべい有名じゃないですか。それ真っ白なんですよ。まず真っ白の、もうお米の色してるもん、もうもはや白米のそのまんまのおせんべいに挟まってる、サンドされてるんですよね。白、まさ、白を白でサンドしてんの、これすごいね。あ、甘い香り。おせんべいって香ばしい香りするでしょ。全然クリームの甘い香り。おいしい。軽い。へえ。すごいよこれ。風船って言ってる意味がちょっとわかるかもしれない。ふんわりとこう溶けてく口の中で。うん。うんうんうん。これはなんか新しい食感かもしれない。おせんべいはおせんべいなんだけど、スーパーソフト、ソフトせんべいでも、いわゆるみんながさ、あのサラダ味みたいなイメージしてるさ、あのさ、塩っぽいやつの食感をイメージして食べたんだけど、よりもう本当に唾液で即溶ける感じ。柔らかいというか、食感はサクッとしてて、うん、気持ちいいんだけど、その後もうすぐふわっと溶けてくから、これ赤ちゃん食えんじゃねぐらいのレベル。優しい味も、そのミルククリームが
ほんのり優しい甘さというか、いやらしくない甘さなので、ちょうどいい。だからサクサク次から次に食べれそうだなと思いました。美味しいです。すっごく。軽くていいね。続いて、起きてすぐ飯さんからいただきました。起きてすぐ飯さんからいただきました。初めてメッセージを送らせていただきます。私のおすすめのお菓子は、ソルティーです。さっくりとした優しい食感のクッキーで、口に入れた時のバターの香りと甘さの後に来る塩のしょっぱさがたまらなく美味しいです。甘さとしょっぱさってね、ずるいんだよな。発酵バターたっぷりって書いてある。うん、見た目は割とこう普通のなんか本当にスタンダードなクッキーって感じ。いただきます。うん、表面のね、コーティングがまず塩なんだろうね、これ。あ、うまい、これ。塩で、そのちょっとしょっぱさが、最初舌に広がるんだけど、その後にバターが、すんごい鼻からバーンって抜けていくから、そこで舌で、しょっぱさ、で、鼻でバター、で、それが、だんだんマッチしてきて、めちゃうまい。なにこれ。うん。で、これもあのしっかりとしたクッキーっていうよりかは、ほろほろとこう崩れてく、うん、優しい感じなので、重さはそんなにないかも。すぐ食べれちゃう。こんなに崩れちゃうんだね。美味しいな、これ。いやー、このしょっぱさいいね。口にこう塩味が残るから、なんだろうな、こう名残惜しくなる。美味しい、これ。ずっと残ってる。美味しい。塩とバター。次、ミーミーさん。私の心の栄養になっているハピラジです。そんな私がおすすめしたいのは、アルフォートのミニチョコレート、厳選サボは紅茶です。紅茶の香りが口いっぱいに広がり、上品な味わいになっています。紅茶が強いので甘党さんには物足りないかもしれませんが、普段多忙の大輝さんに日常を忘れて、この贅沢な幸せのひとときを味わってもらいたいので、ぜひ召し上がっていただきたいです。お試しあれ、といただきました。あ、アルフォートはさ、もう有名も有名じゃない。この中のこの和紅茶っていう、これも限定系なのかな。ちょっとプレミア感があるアルフォートって感じかな。これも取り寄せてくれたそうです。いただきます。うん、あ、美味しい。うんうんうん、すごい、なんか贅沢な、なんかアフタヌーンティーに出てくる一品みたいな味する。うん、すごい茶葉の味がすごいね、これ。美味しい。え、しっかり茶葉ってるね、これ。ほら、よく見たら、あのクッキー部分も違うもん。チョコだけじゃなくて、クッキーに茶葉が練り込まれてて、多分それが、ちょっとこう渋みにも感じるというか、お茶の、あの若干の苦みも感じるんですよ。それがめちゃくちゃ相性が良くて、うんうんうん、これも贅沢な甘味って感じ。美味しい。だからこれね、結構1個でその贅沢感をすごい感じられるから、お得かもしれないね。その1個1個がすごくこう丁寧に作られてる感じがするのね。味になんか雑に食えない感じ。うん、すごいわこれ。見た目はめっちゃアルフォート船マーク。へー、すごいねこれ。新鮮、美味しいっすね。いや、食った食った。いや、今回もめちゃくちゃ食べました。本当ありがとうございます。皆さん、おすすめのお菓子、もう本当に全然やっぱお菓子知らんものたくさんあるんだなと思いました。楽しかったっす。今日もいろんな世界を知れてありがとうございます。というわけでエンディング参ります。山下大輝のハピラジ。
ほい、エンディングです。今日はね、美味しいお菓子からもうインパクトしかないお菓子が出てきましたけれども、こういうのもありだね。こういうサプライズお菓子系もありだなって思いました。実際にはきっと真面目に作られているお菓子だし、きっと美味しい美味しい大好きだっつって食べられてる方もたくさんいることでしょう。だけれども、そのビギナーにはちょっとパンチが強すぎたというか、ええ、上級者すぎたというかっていう、そのねわさびのやつありましたけれども、業務用、いや、わさびのやつすごかったな。何もう一回、名前何でしたっけ、わさびテッカね。こいつはね、なんか他のさ甘いお菓子を皆殺しそう、なんか呂布のような存在だったな。いや、ピリリと辛いとかじゃないもう本当にマジで急所しか狙わないぞ俺はっていうそう、みんなに好かれようと思ってないって感じ俺はあいつにだけ好かれればいいんだみたいな、ファンキーさを感じるぐらいのインパクトだったんで、こういう面白お菓子というか、ちょっとインパクトの強いお菓子もぜひね、募集したいなって今回ちょっと思いました。強く、ぜひぜひそういうのも紹介してください。よろしくお願いします。他のもめっちゃ美味しかったです。ありがとうございました。というわけで、このラジオでは皆様からの投稿をどしどし受付中です。お便りの投稿フォームからお願いします。投稿フォームは YouTube の詳細ページやハピラジ公式 X などからどうぞ。ハピラジ公式 YouTube チャンネルのチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。というわけで終了です。ペットショップに行く前に、捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しております。 BGM はハサミマンと後藤真理子さんの提供、そして番組の提供は RRJ でお送りさせていただきました。バイバーイ。